6月12日から北京の新発地市場で新型コロナウイルスが集中的に爆発しました。北京当局は新発地市場を緊急閉鎖し、この市場に関与している人々に検査を行いました。今のところ新たな無症状感染者が46名発見され、その中新発地市場で検査に手伝っていた看護師も感染されました。北京疾病管理予防センターの報告によると、今回の病原体はヨーロッパから輸入してきた汚染された魚介類や肉によって伝染している可能性があると判断されたそうです。また新発地市場ではサーモンを扱うまな板とサーモンからウイルスが検出されました。伝染を抑えるため、新鮮な果物、野菜、魚介を大量に廃棄することになりました。中国の Google と呼ばれるバイドのデータによると、新発地市場の客数は1日約5万人ほどで、北京市約 70% の果物と野菜を提供していたそうです。震撼の看看这菜多可惜了啊，都这么扔了。手里的菜新发地啊，现在就这样。手里的菜，这新发大地啊，两车菜全部归垃圾场。草鱼扔个几十袋儿啊，小两千斤的。扔吧扔吧，新发地垃圾站呐。その一方、新発地市場で働いている人々やその付近で在住している市民たちを含め、数万人が検査を受け、強制的にホテルで隔離されました。これに対してネットで、新発地市場で働く人たちの収入は決して高くないです。検査や隔離費用を一人当たり8000元としたら、彼らはどうやって負担するのかという心配な声もあります。别往前跑，回家，有身份证的往前走，没身份证的回家身份证。欢迎见行吗老大，往前走，往前走，排队走，排队走，排成一队，排队排进来，排进来，排进来，排成一队。还有些人你看还在排队，没有做那个核酸检测的还在排着队。这些大巴车就是等着咱们这个新发地的人做完核酸检测，然后拉走隔离了。